よく来たな、転校生。では訓練を始めよう。なんだ、別の用事だと思って来たのではないだろうな。今日が何日であろうと訓練には関係がない。いや、むしろいつもより厳しい訓練を用意した。お前にはいくつか課題がある。それを自覚させるのが目的だ。課題のない人間などいない。誰もがそうだ、私も含めてな。だからこそ人は訓練をする。有事の際に速やかに行動に移れるようにだ。覚悟しろ、転校生。そして乗り越えてみせろ。行くぞ。よし、そこまで。ずいぶんへばっているな。基礎体力を向上させる必要がある。メアリンにメニューを作らせよう。だが課題だったいくつかの面は向上しているようだ。訓練だけがお前の生存確率を上げる。この調子で励め。今日の訓練はこれで終わりにしよう。ああ、渡すものがあるから少し待つように。何、大したものじゃない。荷物にもならないから持っていけ。待たせたな、転校生。話というのはこれだ。そうだ、ファイルだ。お前の課題と取り組み方針についてまとめておいた。多少分厚くて読みにくいかもしれないが、使いやすいようにまとめ直せ。なんだその顔は。何か言いたいことでもあるのか。分かっている、これじゃないという気持ちなんだろう。もちろんそれくらい用意している。ほら受け取れ。この国ではバレンタインデーに女性から男性にチョコを贈るのは知っている。チョコの意味もいくつかあると聞いた。友チョコ、義理チョコ、本命チョコ。お前に渡したチョコの意味？さてどうだろうな。疲労回復や頭が冴えるという効果もあるという点では普通のチョコだ。そしてどんなチョコでも食べてしまえばカロリーだ。だがどうせ食べるなら味のいいチョコの方がいいに決まっている。だからうまいと思ったものを選んでおいた。私がこのチョコを用意したのはちょっとした干渉なのだろうな。来年の今日、我々がどのような戦況下にあるのかはわからない。渡す私が存在しているのか、渡されるお前は無事なのか、その時はその時ということだな。さあ受け取れ。そして今年のバレンタインを楽しもう。